よいしょ。ちょっと待って。いやー腰がねよくならない腰が。おはようございます。ブヒケンです。本日は月曜日ですね。まあ定休日の日なんですけど、定休日といっても変わらないです。毎日定休日みたいな感じになってるんで。まあこれもね、ひとえに来月の12日の検査で、がんが転移してなければそこで全て終わりというので、その日まではちょっと仕事も入れないようにやっぱしてね、いるっていう状態なんです。はい、まあそんな感じでね、昨日はちょっとね動画ね出せませんでしたね。朝からちょっとファミリーが遊びに来てくれて、で夕方ぐらいからねちょっと実家の方に行ってたもんでね、もう親父がね会いたがっちゃってしょうがないんですよ。わかるんだけどね、やっぱそれなりにね相当心配してたみたいでさ、で昨日も一緒に飯食いながらさ、これで母さんも安心してるだろうって、でずっとお前のこれのこと言う、この腫瘍のこと言ってたからなっつって、最後の方までってこれでやっと安心したらなんていうね話を、昨日してきて、まあそんな感じでね、この前のグッドボタンがいっぱいだったらお話しますよっていうね不思議なお話を2つほどちょっと僕が体験したんですが、その話をね、グッドボタン皆さん本当ありがとうございます。もう聞きたいですっていうお言葉も視聴者さんもいっぱいいただいてね、ちょっと話それるけど、視聴者さんの HM さん、一昨日手術ですって書いてあったけど大丈夫でしたか。多分一昨日手術だと、今日が2日目、術後2日目ぐらいだから、まあなんかヘルニアの手術らしいんですけどね、今頃ちょっとどうなんだろう、痛いっていう感じになってるのかな、痛み止めとかまだ入れてる状態なのかな。無事生還したらHM さん書き込んでください。またまあそんな感じでね、グッドボタンすごいいっぱいいただいてたんでね、お話ししていこうかと思います。はい、それじゃあちょっと最初に言っておきますけど、そんな期待するほどのお話じゃないですよね。ただ私が不思議だったなっていう感じの、そのぐらいのちっちゃい話ですからね、あんまり期待しないようにしてくださいね。まあとりあえずお話ししてみます。まあここ何日かでファミリーたちもすごい訪ねてきてくれるもんで、そのたんびにその話はしてるんですよ。ファミリーたちにはこういうことがあってさっつって、自分でも不思議だったからね。まず1個目がね、この前の動画でほら手術のとこまでお話ししたじゃないですか。ほんで目が開いてなんつってね、まあそこからの続きなんだけどさ、まあ、最初に麻酔から覚めた時は多分手術台の上なんですよ、まだ。でこの辺で誰かが何かやってて、でそれをえって思ったもんで手を上げようと思ったら、手が縛られてるか抑えられてるかで動かなかったっていう話しましたよね。それがね最初の記憶なんです、麻酔から覚めたあって。その次2回目の記憶ねはもうなんかそのストレッチャーっていうのかなっていうみたいなの多分乗っけられてると思うんですよ。それで病室までの道のりをガラガラっていうのがね、なんか何回かそういうの感じてるんですよ、ガラガラっつって。でそれが2回目なんだけど、2回目にはって目覚めた時にね、ガンってなるもんでちょっとこういうふうに見たのよね、寝てるんだけど、そしたらここにさ犬がいるので、俺あんだもんで声に出して犬って俺言ったつもりなんですよ。まあ言ったつもりなんだけど、そのまま記憶がまたなくなっちゃって、でその次にパッて目が覚めた時また同じ状況なんですよ、ガラガラって。まさかねその犬がね僕の手のここをずっとベロベロ舐めてるんですよ、ベロ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 ね。でパッて見たらチマなんです。最近僕の動画見出した方は分かんないと思うんですけど、もうこの動画始めて僕5年目ぐらいになるんですけど、途中までねチマっていう名前のねコーギーと一緒に僕住んでたんですよ、暮らしてたんですけどね、ずっと。でまあ15歳で、結構長く生きてくれて、ほんで病気になって、亡くなっちゃったんだけど、その犬
うん、その犬がねケツの方から見えるんだけど、あ、チマだ、もう分かるじゃないですか、飼い主だからって思って、またふって目が、あの記憶がなくなっちゃって、でその次がね病室なんですよ、自分の多分なんだけど、で病室のとこでバーって目が覚めて、俺そのチマをねこうやって撫でてんの、うん、なので手がこうなってたんで目が覚めたんだけどさ、あのチマってさ生きてる時にあのよく僕のねこの辺とかにねケツくっつけて頭を向こうにして一緒に寝たりしてたんですよ、こうやって。ほんで俺はいつもこうやって撫でててね、うん、それがその病室でそういうことがあってさ、手に感触がね残ってるの、そのチマのあの撫でた。でまあそのあと、まあ、そっからの続きがあの動画の方でも出したと思うんだけど、あの自分で俺カメラこうやって撮ってあの帰ってきましたイエーイなんてやってる動画につながるんだけど、で、まあ、その看護師さんにも、まあ、動画の方にはそっからは映ってないんだけど言ったんだけど、あの3年前に死んだ犬があのいましたっつって言ったら、看護師さんが、ああ、おじゃ来てくれたんですね、よかったですねなんつって言ってくれたんだけどあの言ってくれたんだけどさ、ああ本当ですなんて自分ではね、あのたあの、まあ、よくファミリーたちにも言うんだけど、麻酔がかかってるもんで俺がそういう幻覚を見たのかもしれないし、夢を見たのかもしれないし、あのわからないんだけど、実際に自分が体験して本当にそういうことがあったもんで、あのなんていうのかな、まあ僕にとってみれば嬉しい出来事でしたね、それがね。で僕ね、ほらあの怖がりの小心者じゃないですか、もう痛いのが本当に嫌いで、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、痛みに弱いんですよ、うん、だもんで、あの動画とかでもさ、どっかガンってぶつかれて痛いとか言うでしょ、うん、あれ本当に痛いもんで言うの俺ギャグで言ってるんじゃないんですよ、痛いもんでつい声出ちゃうの俺はね。そのぐらいのビビリ屋さんだもんでさ、もうあの視聴者様も書き込みくれてるじゃないですか、あのお母さんとちまちゃんが守ってくれますよなんていうのを言ってくれてる方もね結構いるんですけど、僕もだもんで結構前からね、もうあの実家帰るとね、お袋の仏壇みたいなのがあるからさ、そこでお袋あのもうすぐ手術やるから守ってくれよなとかね、ずっとそういうの言ってたんですよ。あので2階にはちまのねあれがあるもんで、毎朝ちまにはね話しかけるんだけど、あのくーちゃんと一緒に話しかけるんだけど、ずっとそれもあのチマ守ってねなんつって言ってたんですよね、うん、で手術に入る前ももう心の中でもうチマお袋見ててねって守っててねってずっとこうね思いながらね言ったもんでね、それでそういう夢を見ちゃったのかもしれないし、そういう幻覚を見ちゃったのかもしれないんですけど、それがね1個目の不思議な話、うん、2個目はね、まあ結局さ自分のベッドじゃないですか、それが。ほんで、まあ、千葉が来てくれたんですよなんて話して、なんやかんやその看護師さんと話をしてるんですよ、うろ覚えなんですけど。なのでカメラ撮ってくださいって言った時も、なんでですかって言われたもんで、あ僕ちょっと YouTube やってて、あの映さなきゃなんないんですなんつって、あ分かりましたって撮ってもらって、ほんでこうやって映してたんですけどね。でまあ、その看護師さんと話してて、あの、まあ、痛み止めの点滴とかも今入ってるもんでなんつっていろいろ説明されて、これがあれでなんて、あ分かりましたなんてこううつろな感じでね、で答えてて、だから看護師さんがあの、まあ、点滴終わるぐらいにもう一回来ますねなんて、何かあったら呼んでくださいねってブザーみたいなので言って、で分かりましたつって出てこうとしたもんで、部屋の電気がついてたんですよ。なのでちょうどすごい眩しかったもんで、あのあすいません電気消してってくださいって言ったんですよ、僕その看護師さんに。そしたら、あ分かりましたってパチって消してくれたんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと分かりづらいかな、手書きだけだから。これがね僕が入院してた部屋なんですよ。であのここが入り口でね、これがベッドで、おトイレで、ここにカーテンが引いてあって、テレビが置いてあって、ここに窓があるって、机はここにあってって、
こういう感じなんですよ。で、術後僕ここに寝かされてるじゃないですか。で、看護師さんが帰る時に電気消してくださいって言って、ここの電気がついてたのね、こことここ、で、こことここの電気はここの壁のスイッチでつけるんですよ、で、片方ずつはつかないのね、両方いっぺんについちゃうの、スイッチ入れたり切ったりすると。で、ここの電気は僕のベッドの横にあるんですよ。で、まあここにも電気あるんだけど、これも紐がくっついててね。で、ここがついてて眩しいもんで消してってください。はい、わかりましたって消してってくれたんですよ。パチンって。そしたら思いのほかね、部屋の中が真っ暗でさ、まあ痛み止めもすごい効いてるとこだったもんで、また意識がちょっと遠のき始めたんですよね。だけど、天井を眺めてるじゃないですか、ここに座って。これで天井を眺めてたらね、改めて生きてる実感っていうのがめちゃめちゃ湧いてきたんですよ。怖がりなんで僕。ああ、よかった、俺帰ってこれたなぁと。無事終わったんだなぁと、すげえほっとしたのよ。これでその時にね、言葉に出て言っちゃったんだけど、お袋ありがとうなって言ったの。さっき千葉には会ってたもんで。会ってたもんでさ、お礼を言ったもんでさ、お袋ありがとうなって言ったの。そしたらさ、僕ここに寝てるんだけど、ここの電気がね、パーンって光ったのよ。明かりがついたの。で、俺寝ててさ、で、カーテンで仕切られてるんだけど、もうスカスカだもんでわかるのね。ほんで、その隙間からも光がパーッと漏れるもんでさ、まあ、だけどその時はね、電気ついたなぁで意識がなくなっちゃったんですよ。ちょっとの間だと思うんだけど、それで何時間かしてね、猛烈な痛みで目が覚めたの。もうそれで看護師さん呼んで点滴入れてもらって、それ入れてもらってる時に、ちょっと待てよと、さっき光ったけど、ここの電気とここの電気は連動してるはずだよなと、ここだけついたよなって。で、それちょっと俺確かめに行ったんですよ。ガラガラあれ持ってさ。まあ、動けない。で、まあ、やっぱり確かめたんだけど、両方いっぺんについたり消えたりするのね。それがね、まあ、それが、二つ目の不思議なこと。だからさっきも言ったようにさ、まあ、俺が幻覚見たのかもしれないし、夢を見てたのかもしれないんだけど、まあ、実際にね、体験しちゃったんで、それを。まあ、ただ別に体験談なんだ、大げさに言ってるけど、嫌なその体験じゃないのでね、すごい、なんていうのかな、やっぱ守ってくれてるんだなと。別に霊感とかないですよ。スピリチュアルのものも大好きだけど、そういうものがあるのかって言ったら、それは自分で見てないからわからないからあれなんですけどね。でもそういう話は、オカルトチックな話は大好きなんですけど、まあ、だからっつってわざとそういう話を無理やりさ作ってっていうのでもないわけじゃん。実際に本当に体験したので、まあ、帰ってね、退院してきてすぐ実家行ってさ、くーちゃん迎えに行った時にさ、お袋のその仏壇のとこで線香をあげてさ、ありがとうねっつってもう一回言って、守ってくれて、もういろんな面でね、亡くなったお袋っていうのがね、支えになってるところもあるので何だろうな、だもんでさ、ちょっとこういう話をするのはどうしようかなって迷ってたんですよ。僕自身は話したかった、すごくね、こういうことありましたよっつってね、話したかったんだけどさ、何だろうな、そういう話はほら好きじゃない人もいっぱいいるじゃない、あ、別にっていうさ、でそういう人っちもいるから、なかなかどうしようかなと思ったんだけど、聞きたいって方がいっぱいいてくださったんでね、ちょっとお話をしてみました。はい、というわけでね、こっちのフェンダースカートの磨きはもうね終わったんでね、もっと本気出してね、もっと一生懸命やればもっとね、傷とかもちゃんと消えてペカペカになるけど、無理、このぐらいでいいよ別にさ、アップでどっかだけ見たりしない、あら、こっから半分もう一回やった方がいいかな。なんかまだちょっと、跡がこっち残ってるな。もう一回やるか。半分もう一回やります。
はい、こっち磨き終わったので装着。わかるかな、光が当たってないと黒っぽく映る。ちょっと待って、あ、ダメだ、光なんか当たんない。幅はまあまあなんとなく合ってるな。これでちょっとね、明るいとこに行くと色が多少ね、こう、うん、もうちょっと黒っぽくてもよかったかな。もうちょい黒っぽくするか、もうちょい青っぽくするか。まあここは角度の違いだもんでね、ほぼ同じぐらいなんだよな、多分真上から見ると。あ、こっちの方がちょっと暗いか。まあこんな感じだな。でもよし、それでは残りも磨きます。はい、雨がすごい降ってきました。なおかつ私は今ちょっと腰がやばい。まあとりあえず残ったフェンダースカートもペカペカにしときましたよ。ちょっと待って、まともに立ち上がれない、膝が曲がっちゃう。ちょっと待って、ちょっと休んだら取り付けて、これでフェンダースカートも終わり。ああ、その後ちょっと片付けます。あ、ちょっとまずい。ちょっと座ろう。痛い。痛い。